靴下履いてるワンちゃんがいます。かわいい。そうそう、鬼の洗濯岩です。はい、洗濯してくるかな。なんか岩の形が変わっとるね。うん、ういじょ、うん、うわすごい。鬼嫁の洗濯シーンだそうです。あ、またそっち落ちてへん。マイクある？うわやっとる。右手でひしゃくを持っていっぱいの水を取って洗う。で、左手に水を入れて口をすすぐ。で、左手を清める。で、洗う。清めたまえ、払えたまえ、清めたまえ、払えたまえ、清めたまえ。よろしくお願いします。あ、書いてあった、これや。うなぎ森山。お昼ご飯はうなぎを食べます。森山、うなぎどころ森山。宮崎の人が美味しいって言ってたので1時間ぐらいかけて来ました。はい、来ました。ご飯、うなぎ、美味しそう、いい匂いする。肝、南蛮漬け、うなぎの南蛮漬け、かば焼きで、ご汁だって。これは大豆をすりつぶして味噌汁に入れたものらしい。ご汁っていうらしい。いただきます。うわ、おいしい。おいしい？うん。え、味ついてる？うん。いただきます。うまくない？なんかパリパリで、なんか中ふわふわ。あ、めっちゃおいしい。これあげようか、この半身だけ。マジで？うなぎくれんの？うん、いいよ。やった。急にカメラ回しとったん優しくなったやん。チーズ饅頭をデパートで買いました。山形屋っていう地元のデパートのデパ地下で買った。なんか昔一回食べたことあって、蒸しパンみたいなやつの中にチーズが入っててめっちゃ美味しい。レンシローコーヒーというところに来ました。ちょっとご飯食べたので休憩してきます。可愛いね、この子。ちっちゃいね、可愛いね、うん、
耳が切れてるから保護猫ちゃんか。あ、ほんまや気にはなってるバイバイ。じゃあね。チキン南蛮発祥の店だそうです。小黒。ちょっと今回はお腹の関係で行けずなので、また機会があれば行きたいです。はい。はい、部屋は結構広いね。うん、広い。広くてオーシャンビューですね。オーシャンビュー。これは全室オーシャンビューって言ってたよ。15階ぐらいやけど、うん、結構景色が綺麗ね、うん、見晴らしよし。で、これ全部松林、黒松林っていうやつかな。でゴルフ場と、うん、あとこっちにプールとか温泉があります。現在気温10度ぐらいです。行きます。はい。焦げた。死んだ気をつけろって言われたのに。あるよ、あるよ。翔くんはお風呂に行きました。ご飯まであと30分しかないのに身を清めると言ってお風呂に行ってしまいました。
別昼は本領発揮してなかったですよね、兄貴。光がなかったですよね、昼はね、兄貴。夜はすごい光光と光ってるね、兄貴。しゃっくり止まらんやん。いいねいいね。人がクリスマスツリー撮ってるしゃっくりえぐいやん。私はミディアムレアで焼いてもらいます。焼き方を選べるみたいでした。美味しそう。スクランブルエッグになった。
ご視聴ありがとうございました。